このゲームには爆笑シーンやおバカな表現が含まれているぞ。ついにこの時が来たぜ。本来芸術として高く評価されるべき我らフィギュア、我らの素晴らしさをわからない愚かな人間ども、今こそ復讐する時が来た。コンプリートしたいなら今すぐ来てね。ショックガン大変なことになったギャル、早く選ばれし者を探さなギャルル。クレヨンしんちゃん伝説を呼ぶおまけの都ショックガン。いやー、それほどでもそれを言うならお待たせだろ。いつも遅刻するなよ。いやー、ヒーローはいつも遅れてくるもんなんだよね。キャッキャン、リアルおままごとはね。何を、やらなくていいの？それよりマサオくんが見せたいものがあるって。Thank you.
シークレットが俺を呼んでるぜ。みんな、このお菓子食べてもうちょっと待っててね。Thank you.
Thank you.
ショックガーンに来るがいいぜよ。
これまで勝負は終わってぴゃよ。お子様たち、食玩は年中無休ですことね。フィギュアになった君たちのお父さんやお母さんたち、取り返したければいつでも来るか。今度あったら、お役場さんのカバタマチーの恨み晴らすんだから。裏の父ちゃんや母ちゃんや今もフィギュアに。だからしんちゃんにはお父さんたちを助け出すため、一刻も早くショットガンに行ってほしかったんだけれど、ナルトちゃんについた裏のガム取ってたら遅くなっちゃったぞ。それよりショットガンに来てない大人たちまで無理やりフィギュアの虜にしてしまうなんてひどいわ。しんちゃん、助けてくれてありがとう。次はどうなるかと思ったよ。しんちゃんがアクション仮面に変身してかっこよかった。うん、とってもかっこよかったよ。僕も変身してみたいな。いやー、照れますね。私だったら戦うお姫様になってみたいわ。なあ、しんのすけ、どうやって変身できるようになったんだ？ゲット。
ムサカビンビンムサカビン、ほら、空を飛びます飛びます。
こいつの気持ち。
私は、もう私は、ボトルキャップという束縛から解放され、シニアマジンとしての能力を手に入れました。この能力があれば、私はあなたの何倍もの価値のあるフィギュアですのよ。どうして、俺たちはマジンだけに。マジン、すげえ15歳です。あなたの選んだお子様に、相手をしている暇などございません。ごめんあそばせ。お姉さん、元のデカールに戻れてる。あんなに笑うと疲れるよね。静かにしてろよ。貴様、うるさい。また風間くんが怒られた。だから僕じゃない。デカール、
攻撃？まさか。お風呂屋さんの銭湯ってこと？そっから。広々とした銭湯なのに。
ゆっくりお湯に浸かる暇がないなんて皮肉だよな。じゃあ家に帰ったら二人でお風呂に入る。そうだな。気持ち悪い言い方するな。どうやら激戦地帯は通り過ぎたみたいだ。シャル、でも周りに残骸が浮いてるけど何か嫌な予感がする。シャル、あれ何かしら。広いクジラ。おお、でっかい。うわー、逃げろー。ウラと風間くんの愛の逃避行ね。そんなこと言ってる場合か。おい、しんのすけ、おお、気がついたか、しんのすけ。おお、秋田のじいちゃん、お久しぶりぶり。お久しぶりぶり。じいちゃんのしわしわマンモスも、お元気。おお、元気じゃ。しんのすけの父さんはどうじゃ。おお、元気、お元気。おお、おお、ちゃん。二人とも、もうその辺で。じいちゃん、なんでここにいるの？ショックガンで女の子のフィギュアに見とれてたら、兵隊さんのフィギュアに捕まってしまって、このステージにあった戦艦に乗せられてたんじゃ。だけど、その戦艦がこの大クジラに飲み込まれてしまったんじゃ。ねえ、じいちゃん、俺たち、これからどうなっちゃうの？わからん。なんとか出る方法はないの？そうじゃの。口のあたりまで泳いでいって、喉チンコをこちょこちょくすぐって、このクジラにくしゃみをさせたら、その勢いで外に出られるかもしれん。喉チンコをこちょこちょ？そう。喉チンコをこちょこちょこちょ？二人とも、もうその辺で。
you
Thank you.
ことで、どうもすいません。こんな一番役に立たないやつがなんで選ばれるものなんだか。皆さんごめんなさい。どうしてもしんちゃんじゃないとできないことなんですけど。ということで、みんな頑張って。
てる。泣くなよ。
なんで俺裸なんだよ。おお、この見覚えあるマンモスはやっぱり父ちゃん。で、なんで顔じゃなくマンモスで俺だとわかるんだよ。でも助けてくれてありがとうな、しんのすけ。俺にこのお助けカードをやるよ。それを言うなら情け深いだろ。どうぞ夢中。
ね。たくさんの隕石の先に敵の宇宙戦艦がいるから。
攻撃の中をくぐり抜けながら敵の戦艦に忍び込むじゃん。不潔にいらずんば不義も、不潔にいらねば不祥です。不潔にいらずんば不義を得ず、危険を犯さなければ優れた成果は得られないってことだよ。分かった、また来い。We'll be right back.
もしかして、ミミちゃんの…この世界に来ているから、こういう体験ができるのよ。
そうだったわ。ってことは、幼稚園を取ってきたフィギュアたちも、ここでは欲しいのよね。そうじゃん。みんなと同じ大きさじゃん。大変、町の兵隊さんに気づかれちゃったじゃん。おお、あの兵隊さん、見たことあるぞ。ブランチに会ったのと同じ思ってたぞ。みんなの鉄砲なんか怖くないか。しんちゃん忘れたのキャラ。しんちゃんはもう人形と同じサイズなのキャラ。人間にとってはトネ鉄砲みたいな鉄砲の弾も人形同士の方が十分痛いから。いけるのキャラ。Lightning the Bridge! Lightning the Bridge!
を干渉し賛美されるのではなくクリスターバックから引きずり出されたね。おもちゃなどという安っぽい言葉で片付けられ手荒く扱われる屈辱がどれだけのものか。クリスター、あなたの体に刻まれた傷や汚れは決して恥ずかしいことではないけど、あなたを手に取って共に遊んでくれた人間との絆が果たしてる。違うぞキャルト、人間と思い出を分かち合うことなど私は望まない。私が望むのは、すべての人間が私の造形美に対し尊敬の念を抱くことなのだ。生まれながらのレアであるお前には、わかるはずもないであろうな、小僧。次に会うときは、こうはいかんと。覚悟しておけ。クリスタ、なぜわかってくれないかな。ほんと、わからないおじさんだぞ。小僧だなんて、村は象さんの子供じゃないぞ。もしかして、オラの象さんが、引退って言ってるの？あの魔人が言ってるのは、その小僧じゃないわよ。
Yep.
風間くん、やっぱりモエピーが好きなのね。別に女の子が見る番組なんか好きじゃない。くだらないこと言ってないで早く行くぞ。Thank you.
Thank you.
この先にこのステージのボクテリアがいる。フジヤマジン様に逆らう、その時もの歴史が記憶しています。あ、この声、このシルエットは、ほら、お姉ちゃんはお姉ちゃんでもフィギュアの硬いお姉ちゃんより人間の柔らかいツミツミのぽよぽよのお姉ちゃんがいいんだわ。もう、ナナコお姉ちゃんとか壁に帰りたいから諦めてここどいてよ。それで、お家に帰ってナナコお姉ちゃんと一緒に。へへへ、ちょっとしんちゃん、そんなこと言っても諦めてくれるわけないでしょ。そうですな。じゃ、来ました、風間くん。あれ、風間くん、どこ？真ん中にある大きなお城だけだな。あれは
食事をキャル。キャルトちゃん、あのお城の中はどうなってるの？あそこは、このショックガンの中央部。私の生まれた場所キャル。ディズニーデカール。ブリスタンの。ショックガンにいる全てのフィギュアは、このお城で生まれたのじゃ。あそこには、私たちフィギュアのお父さんお母さんがいるキャル。キャルトちゃんの父ちゃんと母ちゃん？つまり、あの中はフィギュア工場で、お父さんとお母さんというのは造形師ってことだな。キャルトちゃんの父ちゃん母ちゃんはピエロだったのか？それは造形師だよ。そうじゃなくて造形師。つまりキャルトちゃんたちを作る職人さんってことさ。お父さんお母さんが真心込めて作ってくれたおかげで、私たちはフィギュアとして輝けるのキャル。でもブリスターたちは、ショックガンを襲った悲しみに心をとらわれてしまい、人間への憎しみのあまり、魔人となることで得た魔力で、お父さんとお母さんをフィギュアに変えてしまったのじゃ。どうしてそんなことを？私たちの親なんだもの。私たちと同じ姿になるのは当然ですわ。デカール！我々と同じ。年を取ることなく永遠に美しい姿となる。オレクボちゃんたちと同じ気持ちを共に感じるものペア。ブリスタン、レディ、お願い、お父さんお母さんを元の姿に戻してくれ。キャルトよ、なぜわからないの？父上も母上もフィギュアでいる方が幸せなの。我々と共にその芸術性で人々に尊敬され、年を取ることもない永遠の姿と人間どもに汚されることなく極眼の世界に暮らす。それがどれほど幸せであることか。尊敬される。年を取ることのない永遠の姿。父ちゃん、母ちゃん、そしてもう一度フィギュアになるのもいいかななんて思ってない？マンモス父ちゃんで買うんじゃ尊敬されるところじゃないと。母ちゃんもウニババみたいじゃ全然美しくないと。おっと、そうだった。いけないいけない。お父さんとお母さんはクオリティの高さを褒めてもらいたくて私たちを作ったんじゃないけど。はいはい、お利口さんのお説教はもううんざり。いくら可愛くったって人間に味方する裏切り者はいるかんぺ。こっちに来るぺ。お熊のそばになんか行きませんから。むきーならば必ず出せや。こーらカールコちゃんの大好きな骨格ですな。そんなもので、はい、あーだね、この誘惑には勝てませんから。はい、捕まえた。フィギュアのリアルなところが好きだから。
動を与えてくれるフィギュアが好き。俺はフィギュアのことはよくわからないけど、カルコちゃんが可愛いだ。おもちゃと遊ぶのが大好きだぞ。よし、俺は決めたぞ。カルコちゃんをお助けするぞ。しんちゃん、よく言った。すげえ、これでここ俺の息子だ。おーし、下で防衛隊ファイヤーファイヤー。ちょっと、私たち忘れないでよ。Oh!
ほほほー、買ったばかりなのに。Thank you.
Thank you.
僕は園長なんですけど。Thank you.
Okay.
Ooh.
Woo!
さすがは新之助君、これで君も真の選ばれし者だ。うわっ！